秋福原氏は、武家、家族だった、日本の士族。秋国の国人領主であった、毛利元春の伊尾広与が、遠石の貧乏長い市へ、養子に入り、後に、内部層福原を所領としたことから福原を、名字とした。なお、福原は、福原ではなく、福原と読む。 また他の福原氏との区別のため、毛利福原氏、秋福原氏と称される。毛利元春の逸夫毛利博代が、貧乏国の守護長井氏に養子に入ったことが、福原氏の始まりとなる。長井氏は、鎌倉幕府満所所大別途大江博元の次男、長井時博を初代とする大江氏の僧侶家であった。長井時広は、上級2年の上級の乱の後、 ビンゴ国に守護職を得て、次男、長井康氏へが、六原表情州となり、京都へと出資した。大重は、ビンゴのほか、備前、津王の守護職も得て、以降最国の所領はこの系統によって、管理されるようになった。長井着流家当主が、長井康秀であった、法事元年に、法事合戦が起き、毛利氏当主の毛利機構は、三浦康村に味方して討ち死にした。 安秀は、北条氏に味方しており、越後にいた、毛利君の維持、毛利教皇を助け秋国の所領の存続に、尽力した。県務の申請にかかる混乱で、ビンゴ守護職を失うもの、の、長井定よりは、足利高氏に従って活動し、ビンゴ国の所領以外に、張馬国浦上層、越後国社層、出雲国来次層の自動職を得た。しかし南朝、 昭平六年、北朝、官能二年から始まる官能の上乱の後、常時二年に打ち死にした。この貞広は、今川良春に従って、九州を転戦し、平和元年に、筑後国で打ち死にした。貞広は、養子として、毛利元春の子、広世を迎えており、これが、秋福原氏の祖となるのである。長井広世は、 父の元春より、秋国内で福原村等を譲られ、後に広代は福原村に、鈴尾城を築いて、居城とし、長井から福原へと苗字を変えた。養父、長井貞弘の縁もあり、足利将軍家等からも、所領を安堵され、毛利思想家から独立した領主となった。福原一族が支えた、毛利元成り王六年、足利義満の挑発に乗り、 大内義弘が反乱を起こして廃止する騒乱が起きた。この後、巣王国、長戸国をめぐって、大内弘持と、大内森美との争いが起きた。足利義満は、毛利氏の総領であった、毛利光坊が少年であったこともあり、福原博世を毛利氏の総領に任じて、大内弘持を支援するように加盟した。毛利光坊の成人後は、総領の座を、 光棒に譲り、その側近として、毛利氏を支えた。広世の嫡男、福原朝弘は、毛利宗家と一族の諸家が対立した際に、コウボールスの吉田軍山城にこもる小ボシマを保護し、諸家一族の攻撃を防いだ。福原氏は、他の諸家と毛利宗家との対立の中で、終始、毛利宗家に協力し、絶対の信頼関係を築くことに成功した。 そのため、朝広の子、福原博都氏の娘が、毛利高原の生災となり、毛利氏当主となる、毛利京本や毛利元成を生んだ。当主の外籍として、福原博都氏は、毛利氏を支えて、京本、元成を支えた。博都氏の後は貞田都氏、そして福原博都氏と続く。福原広氏は、毛利雪松丸死去後の大栄三年七月、毛利元成に、 宗家の家督相続を要請した、宿老15人の連署状と起承文の筆頭に署名している。天文9年の吉田軍山城の戦いでは、居城の鈴尾城を守備した。その古服、原貞俊氏は、引き続き重心として活動し、天文19年に、毛利元成が井上元県内井上一族を粛清した。 直後の毛利総計の忠誠を誓う起承文でも筆頭に署名している。福原貞俊は、吉川元春、小早川高景らと共に、政権の中枢にあって、中国のオスとなりつつあった毛利氏を支えた。永六十年以降、吉川元春、小早川高景口場通り領の四人で最高決定機関を作り、毛利両川と共に、 もう年への首脳部を構成して、若年の毛利輝元を補佐した。貞俊の後は、嫡男の福原元都が継ぎ、その後弘年も不祖に劣らぬ信頼を得て、毛利輝元に仕えた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、吉川広家と共に、西軍に味方した毛利輝元をいめた。関ヶ原での敗戦により、毛利氏は、傍聴両国に押し込められることとなった。 福原博氏は、下半役となり、萩藩初期の混乱期を乗り切った。源那八年着子の元都氏に家督を譲って隠居した。以後、福原氏は、萩藩の重心として、毛利氏の順一門として活動し、所流は、長布藩主となって幕末には、多くの志士を輩出した。福原俊丸の第二弾尺に条される、大江広元。佐賀屋。 高長井時広市長州元森木公。安秀大重大元大茂に安常教皇。次週、寄茂茂エデン総重高麗茂頼秀三次親。宗秀定住、定より運、宮尾時継貞定より四差立家。定秀公衆高広上山草原茂次貞定広五、頼元親公。巨冬、時春定安寺へ。 福原博世六元春。下戸工房総家寺家日朝博七工房博世六。市、甲明康志博り都市八誠親光坊。県、甲元信元勝貞佐田都市九毛利高原室,室弘仕博都市十元、勝つ明豊と与元。佐田都市十一高原。元都市十二京元元なり。広都十三元。 来流玄、吉川、元春、小早川、高影。元年十四元、某元則り、照元、元長、広家、元方秀明。広年十五秀薪。高来十六治木吉、高体十七増田、治県室綱広。元帝十八吉、治吉広、広広角、十九吉本。治清吉、二十宗広。 某順二十一十を治む。某正広試験二十二四四度元霊千親。親春二十三世某、蔡広史。元官二十五歳元成長。両通り二十六高地下。都丸二十七。ありがとうございます。